チタカンタロウ、本日のギタープレイ、とうに100回も過ぎてまだ計算できない状態になってます。両手の指以上はたくさんと言います。あとはもう数字はないです。だけど100円な、昔100円もらったら嬉しかったけどな。100円札だったよ。板垣退助、板垣死すとも自由は死せずだって。なんでこんなこと覚えてんのかね。ありがとう。はあ、次はお茶だ。まだ氷入れて飲んでる。あのね、こないださ、郵便ポスト見たらさ、なんかこれぐらいの白い袋があって、厚みはこれぐらいあるんだ。あ、なんか CD だなと思ってさ、いそいそ開けてみたらさ、あの横浜のね、飲み友達っていうかさ、すごい世話になってるプロモーターの KM ミュージックっていう、あの呼び屋さん、まあ、ゆうかだなんかも随分お世話になったもんですけど、その KM の社長さんからさ、あの CD が届いたの。それがなんとミスターエレキ、寺内武、テリ
テリーって言うんだよな。ミスターエレキザ・テリーワールド。寺内武史とブルージーンズです。それでね、いやもちろん聞いてましたよ、あの小学生の頃はね。で、ずいぶん日本にもこんな過ごしているんだなと思ってたけど、ビートルズが出てきてなんかパッと色が変わっちゃって、俺の色か世の中の色か。それであれよあれよって言ってる間に、なんかキテレスな格好した原始人みたいだけど何かかっこいいお兄さんたちみたいのがいっぱい出てきて、要するに新しいロックの波が来て、それであの忘れていたわけではないんですけど、そっちの方にどん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 のめり込んでいって、そしてブルースというものにたどり着いたんですけど、これがね聞いてみたらすごいのよ。民謡サイドとクラシックサイドっていうのがあってね、これがまあ曲もいっぱい入ってるんだけど、どれもコンパクトですごいあのポップにできてんだけどね、なんかもう1曲目から勢いでびっくりした、うん、それとアーミングのすごいこと、いやもうエレキギターを自在に操ってるっていう感じ。なんかね71年の録音らしいのよ、なんかカセット用みたいなさ。だからもう一発でバンさっさかさっさか撮っていったみたいなんだけど、すごいよ、勢いとなんか技とそれと個性。これはもう日本人のギター、こんな個性出してる人いないね。なんかロックの時代になって成茂茂さんとかが割となんかあの寺内さんのことをなんか言ってたけど、だけどね、知ってる？ジェフ・ベックがさ、日本にね初めて来た時、ベックが言ったんだって。なんか会いたい人いるかとか、まあプロモーターに聞かれてかなんとか知らないけど、たけし寺内に会いたいって言ったんだって。だからなんかやっぱりね、分かる人はもう当初から分かってたんだろうけどね。それとね、なんかねちょっと子供心にあのなんかちょっとダサいかなって思ったとこがね、あの拳が回ってんのよ、ギターに見事に。だからそれ今俺大人になって聞き直して改めてあの驚いた、その個性に。いやもう本当に横浜の KM ミュージックの下田さん、寺内武さん、ブルージーンさん、ありがとうって感じです。まあそれはそれ、さておき、なんだろうね、さっきちょっと質問されたんだけどね、近くにいる人に、この3つあるんだけどどれ選んでんのかっていう話なんだけど、それはもう原稿と何かあるんだけど、だけどまあありていに言えば持ってしまったものを使ってるっていう。
イエーイ、センキューありがとう。また明日ね。バイバイ。